はい、喫煙動画、ユッキーです。今回、ちょっとね、アングルをね、真正面からちょっとしてみました。先ほど、タバコを買ってきたんですけどね、こちら、またしても、カンピース。値段が、1250円ですね。うん。まあ、日本で唯一の、両切りタバコ。これ何回も吸ってるんですけど、そしてラッキーストライク。これも大好きな、タバコ。こちら、ね。で、あとこちら。JPS。こちらも大好きなタバコです。うん。まあ全体的に、値段がね、まあ上がってるんですけど。まあまあまあ。缶ピースに至っては、かなりぎっちり詰まってるんで、ね。こんな感じ。これをペリペリっと剥がして、ああ。この香りがたまらんのよ。この一発目の。ああ、このバニラ。このほのかなこのバニラ感。ロングピースだと、なんか、きついんですよ。なんか、明らかな着光がね、香料の、なんか、匂いがするんで、これはね、実にほのかな、香りがして。そこまでね、香りは強くはないです。ということで、今回ショートピース、吸っていきましょう。久々にこれ普通に吸いますよ。普通にこれ両切りを普通に吸いましょう。これあんま苦手なんだよな。こちらタールが 28mm のニコチンが 2.3mm です。賞味期限も書いてあります。2019年の10月となっております。珍しいよね。タバコに賞味期限書いてあるのってね。他の JT だけじゃねえの。賞味期限書いてあるタバコ。普段はこの、ショットガンとかいう、ね、こういった、シガレットホルダーを使うんですけど。ああ。優しく吸えば、タールが 28mm だからきついと思う人いるけど、普通に優しく吸えばね、大して、来ないです。ちょっとこう、口にこう、隙間をやりながら、他の空気と一緒に吸うんです。だからタバコだけを吸うんじゃなくて、他の空気と同時に吸う。で、もしくは、これは俺の、ショートピースの一番うまい。ゴールデンバットでもそうなんですけど、昔ゴールデンバットでよくやってた、
方法なんですが、タッパーに入れて、ウイスキーで加湿するっていう。だいたい24時間ぐらいウイスキーで加湿するんですよ。そこら辺のティッシュペーパーに、ウイスキー、まあ、安いウイスキーでも何でもいいわ。クソ安いウイスキーでも構わないんで。それで加湿するとね、とんでもなく美味しくなるんですよ。特にゴールデンバットの、両切りだった頃は、もう、たまんない。むしろショートピースよりか美味しくなるという、伝説でしたね。本当にゴールデンバット伝説的なタバコだったね、あれ、本当に。うん、やっぱりね、強く吸いすぎるとちょっと辛いんですよね。ああ。ああ。まあ、あと手で、このまま吸うと、一つ問題があって、まあ、葉っぱが口に入るっていうのもそうなんですけど、ギリギリまで吸えないんですよね。俺は貧乏症なんで、タバコ全部吸いたいんですよ。根元まで。だから、ショットガンとかの、シガレットホルダーにね、刺せば、ほぼほぼ、すべて吸えるんで、うまい。やっぱりこれショートピースはもう、あれだな。ずっと変わんないね、この味が。もう昔からもう10年前からこのか味。1ミリも変わんないね。これ終わったらあれだな。ウイスキーで加湿しよう。うん。このほのかな、バニラ。ほのかなバニラ。まあ、今全体的にタバコが非常に値上がりしてるんですが、ゴールデンバットとかだと、まあ、今売ってるやつだと、フィルターに付きになったんで、まあ、一番、一応、日本のタバコで一番安いタバコなんですけど、フィルターの分短くなったんで、その葉っぱのね、葉っぱの入ってる部分がフィルター付きになったことによって、その分減ってるんですよ。で、結果として、グラム単価とか考えると、
このショートピース1本がだいたいね、1グラムだっけ？あれ？ 10 グラム？1 グラムだな。うん。確か1グラム。で、そのグラム単価で考えると、ショートピースの方が逆に、ゴールデンバットよりが上なんですよね、コスパがね。あ、そう、そこに測りも持ってるから、それか測ってみよう。だから、葉っぱの量だけ考えると、まあ、ゴールデンバットよりは安い。で、最近気づいたんですが、いわゆる千歳空港とか羽田空港とかの、免税店で、ミネっていうね、漢字のミネっていうタバコが売ってるらしいんです。ただ、ググったところによると、免税店っていうのは、外国人じゃないと買えないっていうことで、うん。もしくはどっか旅行しに行って帰ってくるときにしか買えないっていう。まあ、免税店って一体ね、今までずーっとどういうあれなんかなって、免税店ってどういう理屈で免税されてるのかよく分かってなかったんですよね。だから、まあだから旅行行って、外国行って帰ってきたときに、その成田空港とかで買えるっていうね。ただ買うのも、ワンカートン。ワンカートン限定と。確か国内タバコワンカートンと海外タバコワンカートン。合計この 2カートンしか買えない。うん。だから、日本の、タバコだったら2カートン買えないんです。だから、国内のタバコと海外のタバコを、1カートンずつなんで、両方2カートンっていうのは無理なんです。まあ、この年になってね、未だにね、飛行機に乗ったことないんですよ。僕は。まあ、当然、外国も行ったことないしね。沖縄ですら行ったことないし、北海道も行ったことない。唯一行ったことあるのが佐渡島。一応、海外というか、海外ではないんだけど、海の向こう側を行ったのが唯一新潟県のね、佐渡島っていう、新潟県の浮いてる島。日本海に浮かぶ島ですね。まあ、あそこは唯一、トキが、トキっていう鳥ね。あれがまあ、飼育されてる。っていう、まあ、あれなんですけど。まあ、それ見に行ったんですよ。中学校の時の、いや、小学校だったかな。小学校だから中学校の時に、行ったんですよ。修学旅行で。でね、その当時は、トキを、トキブームみたいなのが起きてたんですよね。それで、いわゆる直接見れるっていうことはできなくて、ビデオカメラ的な、その監視カメラ的なやつに、そのね、映像が、まあ見れるっていうだけで、まあ実際その人がね、
まあ水族館とかで、ね、間近で見れるっていうのはできなかったんです。まあ当然、ストレスとかにもなりますからね。ストレスとかにもなるんで、まあ見れなかったということですね。うん。これは美味しい！5つ星！これ間違いないね。ということでご視聴ありがとうございました。